佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回は自分と環境を一つに、新土富士の教えについてお話しいたします。私はこの新土富士の教えを大切に日々過ごしております。あなたは新土富士聞かれたことありますか？漢字で書くと、体、心身の心、身という字に、土ですね、土曜日の土、そして不変の不と字は漢数字の2です。新土富士と言います。この言葉、もともとは仏教用語です。身、心がこれまでの行為の結果、そしてそれは土イコール自分の環境と切り離すことができないですよという意味だそうです。自分と環境を一つに。食べ物にはその土地の気候風土で生きるための要素がたくさん入ってますよね。ただ現在は季節を問わず、どんな野菜もほぼ一年中手に入るという状態です。ですが、なるべく自分の暮らす土地で採れる旬のものをいただくことで、自然と体が調和して健康でいられます。私の整体サロンにいらしている方、クライアントの方の中にも、ご自分で手作りお野菜を畑ですね、お持ちの方いらしてます。お話を聞くとも本当に重労働ですよ。お体の負担が大きいんです。なのでそんなお話を直に聞く私は、日々生産者の方々に心からありがとうございます感謝をしつつ、そしてよく噛んでいただいています。あなたもぜひできるところからチャレンジしてみてくださいね。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。